同じく赤コーナーボニータ青コーナーより上野健也ヒレ組の入場です。
さあここでミストクラブ逆エビがダメだ。30キロの逆エビはきついですよ、ね、これはやばいちょっと。さあ上野ケニアの背骨が悲鳴を上げている。さあ苦しい苦しい。さあこの背骨を踏みつけて、さあそして青コーナーのヒデにもタッチをさせて、はい、これも試合が一位ですね。さあ上野ケニアも負けていない。あっと、おっと、おっと、おっと、大外コースになりちゃったかな。なんとかロープブレイク、だいぶ右サイドバックに上手いですよ、上野ですね。先週もですね、仙台で行われたプロレスですね、タッグトーナメントに出場してるんですね。まあ、こういったところがね、上手ですね。これから今ボニータの所属している仙台の国分町プロレスも、はい、どん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 出てくるんじゃないですかね。はい、いい選手取れてますかね。さあ、いまだにちょっとタッチできませんでしたね。そうですね、タッチしないとちょっと厳しいですね。はい、あ、これは危ない。
見せたくない光景ですね。ほら、会場で元気になりますね。いや、そうですね。放送禁止レベルの試合が繰り広げられておりますが、さあ、完全にフィニッシュに決まるというところでしょうか。デブチーム有利ですね。そうですね。さあ、デブチーム有利になってきました。赤コーナーのデブチームです。おっと、なんだこれは。あーっと、すごいツープラを取った。さあ、上野健也、根性で返します。さあ、旭川プロレスをしゃって立つ身としては、なんか引っ張られてます。なるほど、予告ですね。もしかして、あれじゃないですか。さあ、入場曲を用意しといてと。すごい嫌な予感、嫌な予感がしますね。やめて。さあ、これはやばい。さあ、完全に処刑コースですね、これは。そうですね。残酷な光景が吸い込まれていく。吸い込まれています。あ、吸い込まれていく。さあ、耐える、耐える。これは把握してしまわないとやばいですよ。引力がすごいですね、引力が。強いですわ、全然。